Alright guys, welcome to Kage no Jitsu Ryokushan ni Naritakute or The Eminence in Shadow, episode 4 reaction. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon, the link will be down in the description. And let's head to The Eminence in Shadow. Is this the same as Sid's sister? Like she got locked up in the same or damn, what is that? She's trying to play it cool. Why is her blood dim? Oh, lyrics. Damn. もう一度聞く。アレクシア王女をどこに隠した？体の痛みは我慢すれば済む。 This must hurt. I don't know if he's playing or not. Oh, he is playing it. Wait. So he doesn't feel anything. Yeah, so it was this guy's lap. Why is she so unbothered? Stop giving him ideas. Damn. This is her sister, right? The red-haired one. Iris. おそらく学園の敷地内で起きた事件ですから。 私にも責任はあります。それでシド影のという生徒が犯人である可能性が高いそうですが、状況的に怪しいのは事実です。しかし彼の実力ではアレクシア様を襲ったところでどうにかできるとは思えない。5日にわたる尋問にも口を割らなかった。可能性がある以上そうすべきでしょう。ただ私は彼を信じたい。私も妹の学友を疑いたくはない。 彼についてはDamn. Okay, this is kind of mm.
They just toss them. さっさと行け。傷はすぐに治るけど、それをやっちゃモブとは言えないしね。Yeah, they are spying on him. 後で。Is that the elf? Alpha? Alpha is back. Yeah! はい。ありがとう。でも僕のサポート当番のハンバーガーなんでアルファが連絡があって戻ってきたのよ。厄介なことになっているわね。教団の調査をさらに。Why is she sitting like that? Damn! 私たちの組織力の強化もまだ教団には及ばないけど着々と成長しているのよ。みんな普段は自由に暮らしてるんだろうけど、こうしてたまに設定に付き合いに来てくれる。ありがたいことだ。まあ服くらい着替えなさいよ。無理。あなたね、自分の立場分かってる。このままじゃあなたが犯人よ。騎士団は信用できないわ。教団が入り込んでる？ええ、間違いなく。Damn！ 誘拐は教団の手のものよ。目的は濃度の高い英雄。Bro！ ってことは彼女まだ生きてるのか。死んだらそれ以上血を抜けないし、あなたがなぜ王女様と If I was in his shoes、あなたが何か大きなものを抱えているってことくらい。でももう少し私たちを信頼して。わかったよ。まあいいわ。この事件が解決したらマグロナルドをご馳走して。あれ私のだから。あなたはしばらくおとなしくしてて。準備ができたら知らせをよこすわ。ところで、あなたを尋問していたあの二人だけど、ん？先に消しておいていいかしら。なんでさ、彼らは自分の仕事をしただけだよ。むしろ報酬を受け取るに値する。報酬ね。デルタも来てるし。デルタいるの？あなたに会いたがってたわよ。She's still trying. What happened to her? She can't even speak. Everything is for this day. The French Nanseb Bordeaux の Vintage Wine 90万ゼニー。グラスもフレンチ製45万ゼニー。そして偶然拾った幻の名画、モンクの叫び。これらを柔らかく照らし、この部屋全体のムードをまとめているのが、このアンティークランプだ。あとは時を待つだけ。Damn, that recoil? Hold up, hold up, hold up. Ooh, okay. Toki wa kita. Koyoi wa kage no sekai.How long has he been sitting there? 影の世界、月の隠れた今宵はまさに我らにふさわしい世界ですね。アルファ様の命により動員可能なものはすべて王都に集結させました。その数114人。申し訳ありません。今動員できるのはこれが最大。エキストラでも雇ったのか。え？いや。How did you get 100 people?全体指揮はガンマが、現場指揮はアルファ様が取り、私がその補佐を。イプシロンは後方支援、デルタが先陣を切り、作戦開始の合図とします。部隊ごとの構成は、これは。デルタには悪いが、プレリュードは僕が奏でよう。今宵、世界は我らを知る。監視の連中は一度も連絡をよこさなかったが、どこで遊んでいるやら。連中、組織の恐ろしさを分かってないんじゃないか。よう、色男、アレクシア王女の靴なんて持ってどうしたんだ。なるほど、そういうことか。
ああ、そういうことだ。さっさと口を割れば痛い思いをせずに済んだのによ。抵抗するなよ。ま、お前にそんな…な？こいつら、見張りだ。He killed him. てめえ、何しや。心配することはない。夜が明ければ全て終わっているのだから。その刹那、偉大なるシャドウ様は人知を超えた速さで卑劣な騎士の前に立ち、高貴なるお声で語るや否や鮮烈な一撃を。デルタか。 Wait, I'm still confused. He said that he said to Alpha that he wanted those spies alive, right? Like, don't kill them.Give them reward? Is this the reward? I'm confused. He just tossed them on the ground. かわいそう。奴らが、奴らが来やがった。おしまいだ。皆殺し、皆殺しだ。一騎士長、騎士団は無用な殺生をしないわ。試作品は作った。これなら出来損ないでも役に立つ。さあ、見せてみろ。やめておけば。嫌な予感がするのに。エンディング。素晴らしい、素晴らしいぞ。 And she's gonna kill him. Yeah.Of course. Oh, that fire! Nice! So the lab was just in the middle of the town.Underground. 勝手に逃げられては困るな。あなた、どうしてここに。No way. 私があの男に投資した。Bro. よかった。Zenon. 私あなたのこと頭おかしいんじゃないかってずっと思ってたの。どうでもいいさ。君の血があれば。どいつもこいつも血の話。君の血と研究があれば、私はラウンズの第12席に内定する。ラウンズ、狂人の集まりかしら。教団最高位の十二騎士、ナイツ・オブ・ラウンズ。今と比較にならない富と名声だ。本当はその手土産にはアイリスの方がふさわしかった。だが、ま、君で我慢するさ。ああ、失礼。She's pissed. 君は姉と比べられるのが嫌いだったね。いつもよりはいい。しかし所詮凡人の剣だ。だったら見てなさい、本当に私が凡人かどうか。 OK。 姉君を真似た豪剣か。では私も次期ラウンズの剣を見せるとしよう。君は姉のようにはなれない。一緒に来てもらおう。だよ。He is here. 漆黒をまといし者。我が名はシャドウ。影に潜み、影を狩る者。だよ。Oh my god! I can't wait for the next episode. Damn. Okay. Thank you guys for watching. If you like this reaction, then press the like button and subscribe to my channel. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah, I'm pretty excited for the next episode. See you guys in that episode. またね!